こんにちは、ミスター山大です。今日はですね、45センチのハイタイプの水槽ですね、前回リセットして、1ヶ月経過しました。なのでちょっとですね、中の様子を見ていきたいと思います。で、水草とですね、あと新たに追加した生態とかもいるので、ちょっと詳しく見ていきたいと思います。右下、まずですね、ニューラージパールグラスですね。ニューラージパールグラスもだいぶ、ほふくですね、ほふくしてきてるような感じになってきました。で、まあ苔とかはですね、全然なく、綺麗に育ってきてるんじゃないかなと思います。まあこれもですね、まあオトシンとヤマトですね、エビのヤマトを入れたんで、まあこれもだいぶあるんじゃないかなと思います。で、あとですね、まあニューラージパールグラスのところどころにぴょんぴょんと出てるやつですね、これは、ブリクサです。ブリクサ植えました。で、ブリクサもですね、こんな感じでもう植えて2週間ぐらい、経過するんですけど、いい感じでですね、成長してきてるブリクサもあれば、まあある程度ですね、停滞してるブリクサもあって、まあどんな感じになるかですね、これから2週間なんで、あと1ヶ月ぐらいをするとですね、だいぶいい感じにまたなってくるんじゃないかなと。オトシンクス、オトシンクルス3匹ですね、入れてます。で、まあこんな感じでパーッとですね、このまあ真ん中のブリクサが一番成長してるのかな。まあそうだ、ここの真ん中と、あとこっち側のこの手前のブリクサですね、こっちの方が結構成長してる感じ。まあニューラージパールグラスはだいぶ全体的にほふくしてきてますね。なんでまあほんと1ヶ月もすればいい感じになるんじゃないかなと思います。で、まあこちらのこれですね、これハイグロヒラなんとかとかいう、あのくねくねなってるやつですね、こちらの方も、かなり、いい感じに成長してきてます。で、まあこの下の方で、まあ、動画でちょっと見えるかわからないんですけど、まあちょっと見にくいんですけど、まあ、新芽の方もですね、ちっちゃいのがぴょっと出てきてるんで、どんどん増えてる感じっていうか、まあこの水草に関しては新しいのが出ると古いやつが1個枯れるみたいな、まあ、そんな感じの状態ですね。で、その後ろですね、こちらが、ロータランですね。ロータランもですね、最初はまあ植えた時ほんとちょこっとちょろちょろだったんですけども、まあ1ヶ月経過して今こんぐらいですね、こんぐらいの茂みになってます。で、まあこれからでしょうね、これからどんどんまたトリミングしたりしてですね、もう少しいい感じになってくるんではないでしょうか。はい、でですね、ヤマト君たちも頑張ってつまつまですね、してます。まあヤマトが3匹かな入ってる状態で、このヤマトの今奥側ちょっと見にくいんですけども、ここですね、ちょうど今真ん中にちょっと赤い魚ですね、が隠れてるんですけども、これが赤い宝石ですね、スカーレットジェムですね、スカーレットジェムが隠れてます。はい、
ですね、まあ、このロングフィンのゼブラダニオンも綺麗ですね。はい、でこれが最近ちょっと巻いたモスですね。まあ、モスはですね、まあ、全然問題なく成長するでしょう。はい、で、この奥に隠れているのが、ちょっと見にくいですね、これがロングフィンのミニプシープレコですね。まあ、こんな感じですね。でやっぱりあのオトシンとあのヤマトですね、追加したことによって、こうやってあの、まあ、今ロタランのところですね、こうやって、まあ、モフ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 してくれてるんですけども、こういうふうにあの、まあ、苔等をですね食べてくれるんで、まあ、今の1ヶ月ぐらいですかね、ちょっと前にこのヤマトとオトシンを入れたんですけども、まあ、これを入れるとですねだいぶまた違うんじゃないかなと思ってます。でやっぱもう1ヶ月すると、水草もだいぶいい感じに生えてきて、下のですね、このテンションのところで出るニューラージパールグラスですね、もうだいぶ報復してきてるんじゃないかなと。あとはこのブリクサですね、ブリクサもかなりの数、入れてます、入れてるんで、これもあの成長するとすごく、いい感じの、ですね、雰囲気になってくるんじゃないかなと思ってますので、このままですね、また経過見ていきたいなと思います。で、まあ、生態の方はですねもうこんな感じでこんぐらいで、ちょっとですね水草いい感じになるようにしていこうかなと考えてますので、またですね、まあ経過報告で2週間後か1週間後かですね、また経過報告していきたいと思ってます。まあ今この間リセットして今1ヶ月ですね経過したということで、この水槽を今回は動画に撮っております。ではこれぐらいで終わっていきたいと思います。ではどうもありがとうございました。じゃあね、バイバーイ。